すごい緊張してるでしょう。一、はい、<laughs> から喋るのって、なかなかないからね。まあ、でも、リラックスして、なんか、こう、おじさんと雑談してる感じで。<laughs> な大丈夫です、ね。はい、はい、じゃ、行きますよ。はい、えー、皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。えー、本日はですね、えー、星空や天文関係で、え、頑張ってる人を応援する、対談動画でございます。 え、今日のゲストちょっとだいぶ若いですけども。はい、えー、自己紹介よろしいですか。<laughs> はい、えっ、ー、と、中学2年生の増田由良です。えっと、静岡県の食材、静岡県のみかんを使って、うん、宇宙日本食の。静岡みかんゼリーを試作してます。よろしくお願いします。はい。めっちゃ緊張してるんだよ。<laughs> その今、ご紹介いただきましたけど。えー、宇宙食作ってるの。<laughs> はい。 で、今中学2年生なんでもね。はい。中学2年生で宇宙食作ってるってすごいですよね。うん。なんか、あの、テレビとかも出たんでもね。そうですね。博士ちゃん。博士ちゃん出た。はい。見ましたよ。<laughs> ありがとうございます。見ましたよ、もう。で、今日はですね。ええー、ちゃんに、えー、いろんなことをインタビューしていきたいと思います。ので、よろしくお願いいたします。し,お願いします。 宇宙食っっててどんんなのを作ってるんですか、えっと、今静岡県のみかんを使った宇宙日本食で、うん、静岡みかんゼリーを作ってるんですけど静岡県のみかんが大好きでで,そのあ <laughs> で、えっと、宇宙にまだみかんが静岡県のみかんが行ったことがないのであ、そうなんだ、はい、その愛媛とか和歌山とかのみかんは生鮮食品として宇宙に行ってるんですけどあ,あ、そうなんだまだ静岡県のみかんが行っていないので。 私が、その静岡のみかんを使ってゼリーを作ることで、静岡県の魅力と静岡食材の魅力を宇宙から伝えられたらなと思っています。ええー、ちょっと待って、中学2年生だよね、今ね。はい。<laughs> <laughs> すごい、なんかそ、その辺の大人でもそんなこと言えないよ。<laughs> 静岡県にしょってんじゃん。しょっちまってます <laughs> ゃ PR した、はいと。もともとは静岡の生まれなのかな。静岡生まれで、ね、す。あ、じゃあ地元の、 こう名産を PR しちゃった、はい、自分ね。はい、あこれですか？え、み見ていい？もちろん面白いです。冷たい。<laughs> 冷たい。あ、これが実際に作ったやつなんだ。はい、作ったやつなんですけど。作ったやつなんだこれはえー、なんかなんかそのまま売ってそうな感じ <laughs> なんですけど、うん、ちょっとパッケージとか。 あとまた殺菌もしなきゃいけなかったりとかあと味もそうですしあっ味でね、はい、あそのこれどのぐらいかかって作ったの内で ?2 年弱2年前からこの宇宙食作るっていうのはスタートしてはいそうですね小学校5年生の時から、まあ、中身のみかんのゼリーは、まあ、作れたとしてもこういうなんか商品化するのってやっぱりいろいろ苦労したんじゃないの そうですね、うん、まだ商品化はしてないんですけどパッケージは普通に市販で売ってるもので、うん、今これ代用してるんですけどパッケージは多分その実際宇宙食になるってなったら全然また違うものになってくるんじゃないかなといああそかこのままじゃあ宇宙に行った時にその耐久性っていうかそういうのないからちゃんと専用のパッケージみたいに入れなきゃいけないってことんだですか で、殺菌がみかあそうなんだゼリーの話になった瞬間にすぐ顔つきが変わるやつ <laughs> 多分ねあの俺が覚えてるのはあのスコープテックさんっていう天体望遠鏡メーカーさんがあってあ、はい、お母さんがねユラちゃんがえ、当時あの探究学者さんに、はい、しゃってくれ先生を探してくれたみたいな話で,、はい、で,でそれでその望遠鏡メーカーのスコープテックさんに声をかけてでそれで。 えー、そういうのをやってくれませんかって話だったんだけどスコープテックさんが自分を紹介してくれて、はい、でそれで探究学者さんで一回オンラインでね喋、はい、らせてもらったんだよね,ねあれが初めてですよねそうですそれが初めてです当時小学校4年生でしょ4年生です <laughs> あの時はあのその探究学者さんで、ね、んかサークルのなんか代表みたいなやつだのえっとあれ,あれ部オンラインで部活動があってうん、うん でその時は天文部を作ったんですけど最初に何だっけな、えー、と天体観測を私が初めて近所の公園でした時にうん、うん、すごい楽しくてでその楽しさっていうかその面白さをみんなに伝えていきたいっていうかみんなでまずやってみたいなと思ってオンラインで天体観測いう するっていう企画をまず立ててその時に100人ぐらい人が集まったんですねオンラインででそれがきっかけで部活を作ろうっていうそん集集まったんだへー集まりまただりしてそれででも当時ってさやっぱコロナだったから、はい、みんな,なんか何かやりたいけど何もないみたいなそうですねでそれであなんかそういうのあったら面白そう参加してみようみたいな感じでしたのかなそれがきっかけで天文部を作ってで成沢さんをお呼びしててああ<ー>、ね、そうなのね <laughs> でその後、天体望遠鏡結構がっつりしたの買ってたもんね。買いました <laughs>。そう、あの、お母さんから連絡があってあの、スターゲイズさんっていう望遠鏡屋さんがあるんだけど、はい、そこから、あの、望遠鏡買いましたって言って。はい。で、確かね、そのスターゲイズさんを紹介したのも自分だったのがちょっと覚えてないんですけど、はい、でそのなんかそのつながりで、お母さんにオンラインで望遠鏡の使い方してた, <laughs> たんだよね。はい。うん。で、あの、天文リフレクションズさんっていう、 えー、テモメディアがあって、はい、そこが開期月食のライブ配信をした時に、あのユラちゃん出てんの<あ>覚えてる？そう覚えてます覚えて,覚えてます。この間見たのよあれ。すっごいなんかね、ちっちゃかった。<laughs> <laughs> あうちで多分すごい小四。小多分小四だったと思、はい、あの時。うん、うわあユラちゃんすごいちっちゃいと思って。<laughs> あれ？待てよ。当時はまだ。じゃあその時は。 宇宙食まだ作ってないってことだよね。作ってないですね。あ、作ってないの。え、なんか作ろうと思ったきっかけってまだ言ってないよね。きっかけって何かったの？きっかけは最初は宇宙飛行士になりたいと思ってて、うん、あ、天文学者にもなりたいと思ってた時期がああ、ま。あ、待って待って待って。その宇宙飛行士とか天文学者はどうしてなりたいと思ったの？えっと、その探究学者の宇宙編の授業を受けて宇宙に興味を持って、うん、なんか最初パッと思いついたのが。 天文学者と、とあ宇宙飛行士が思いついつて、うんうん、で、宇宙飛行士はジェットコースターの G が苦手でうん、うん、その打ち上げの時に G がすごいかかってるので耐えれないなぁと思ってで天文学者はちょっと数学が苦手 <laughs> <laughs> 確かに計算式複雑だよねそ、ね、うい、ん、うのもね。諦めるっていうかちょっと難しいかなと思った時に本を読んでいて。うん JAXA で働,く働いて女性の方がそのインタビューに答えていて、うん、その中で、まあ、宇宙食のその方は仕事をしていて宇宙食は宇宙飛行士に元気と笑顔を撮おける仕事ですって書いてあった時に、うん、すごい感動して、うんうん、私も作ってみたいなって思ったのが最初の「宇宙食に興味持ったきっかけです」でのね、はい なんか、子供がさこう、夢を持つきっかけってなどういうところなのかなって多分なんかこう大人が全然考えもしないような些細なところからやっぱり情報を拾ってきてなりたいと思うんだろうなと思って今聞かせてもらったんだけど、ね、結構いろいろ考えたね,ね <laughs> 結構考えましたね,たね最初そのえっ、ー、とお父さんお母さんにそのお昼食作りたいって話した時って、はい、お父さんお母さんどういうふうにどんな反応だったか覚えてる 覚え,てない覚えてないよ普通になんか反対反対もそれや全然何もせずに、うん、いいんじゃないみたいな感じであそうかもともと両親が食に関する仕事をしていたのであそうだよね、はい、お父さんがフランス料理ね。なんで多分その影響もあったかわかんないんですけど食うん、うん、の方に <laughs> 行ったっていう感じ自分の子供がそういうふうに言ったらなんか嬉しいだろうなと思うけどなんか 急にこう自立っていうか、やっぱり子供っていつまでたっても親にとっては可愛いものなんだけど、あの、急になんかこう、なんだろう、社会性を持つっていうかさ、難しい言い方すると、<laughs> 急にその自分のやりたいことをこう、意思表示するっていう瞬間って結構親は嬉しいと思うから、はいまあ、そこはね、やっぱ、いや、それはやめようよとは言わないよね。<laughs> やめないよね。うん、じゃあやってごらんよということで、そ,うですね、そこらなんか、あの、いろいろこう、 えーと周辺の人もこうサポートしてくれたりして両親のサポートもあったりしてそうですね最初は全然宇宙食を最初興味持った時から宇宙食作ろうとなったわけじゃなくて、うん、最初は自分でこういう宇宙食あったらいいなって書いてたりとかしてでそれをイラストでまとめてなんかみんなに共有するっていう形でなんてう宇宙食の関わりがあったんですけど、うん、そのある時 自分の産求学者さんで当時私のなんていうんだろうマネマネージャーじゃない間違えたメンターマネージャー自分 <laughs> マネージャーじゃないメンターさんがその私のサポートをずっとしてくださってて、うん、でその方がそんなに宇宙食に興味があるなら作ってみればいいじゃんっていう言葉がきっかけで<ー>宇宙食を作りになったんですけどそこから周りのその方のサポートもあってあと両親とか 周りの方のサポートもありながら。で今ってこういろいろなこう2年間頑張ってこう開発続けながら、はい、あのもうちょっとなんだよねもう,も,う、はい、もうちょっとで、はい。んでしょう。もうちょっとであともうちょっとまだあるんですけど。まだなんかテストっていうかそうです審査があるの。審査宇宙食の審査があったりとか。うん あと、その、製造委託先、OEM 先も今。うん、OEM って言葉知ってるのああ。OEM 先ね。うんうん、<laughs> OEM 先も。そう,そうか、そうか。はい、みかんじりの OEM 先が今決まってるので。決まってんのもう決,ま決まりました。決まったんだ、はいー。最近決まったのじゃ最近結構1ヶ月ぐらい前に。あ、ほんと、はい。決まりまして。そこの、また方といろいろ打ち合わせがあったりとか、開発についての。 レシピのこととかもあったりするので、うん、まだあともうちょっとあと何年か <laughs> あるかもしれないですけど、ねはい、OEM そのなんか、えー、と試作を作ってでそれを大量生産してくれるところを、まあ、見つけたってことだよね,でそ,でよねそれで、えー、そこの生産先がちゃんと自分の、えー、求めてる品質を、えー、作ってくれてるかどうか こここからこう詰めてくてくっとじゃそうですねあと結構宇宙食って宇宙日本食って年に何十食かしかその JAXA さんに届けなかったりとか提供してしなかったりとかするので、うん、なんですごい本当は何万食からなんですけど何万、うん、食から OEM を受け,た受けたまってますよっていう企業さんなんですけど、うん、すごい少ないなんて言うんだろうコスプレ少ない量で生産できるように調整してくださったりとかしてて。 あとそこのまた資金とかレシピとか書類審査とかいろいろまだ課題はあるんですけどそこのまた打ち合わせがまだあるのでまだもうちょっと <laughs> すごいねいや俺中二の時って何やってたかなと思うけど <laughs> サッカー部だったんだけどね、はい、サッカーしかやってなかったなサッカーとサッカーとピアノをちょっとやってたぐらいかな自分の中二の頃と比べると それであの今資金っていう話あったけど、はい、あの開発お金かかるもんねすごいねえ。そうでしょかかえ最初はなんかお父さんお母さん出してくれてたの最初は。最初は、うん、そのまだんて言うんだろうな本格,的本格的にというかな、ねうん、本格的に製造するっていう段階じゃないので秘策、うん、とかは全然。 その自分で買ってたちで、はい、買ってってでできるんででやってってそうですねできるんですけど多分,多分最初はなんか子供が自由研究で理科にちょっと触れたなぐらいの感覚だったのかなお母さん多分 <laughs> そしたらあの思いのほか話が大きくなって <laughs> <laughs> <れ>で今あの今クラウドファウンディングとかやってるんでしょあクラウドファンディングは去年の7月からやってますクラウドファンンディグはどういうい意図で そうですね自分たちのまずお金だと、うん、その本格的に製造するってなるとやっぱ何百万がお金がかかってしまったりとか経済、はい、費用でもかかってしまうので、うん、ま自分たちは到底出せないその前から去年の夏一昨年の夏にその静岡の県庁の方とお話をさせていただいたんですけど、うん、その時に個人でやるのはクラウドファンディングがいいよっていうのを 教えていただいてたので、うん、それもあってまあ個人でやるならクラウドファンディングがいいかなと思って、うん、去年の夏からやってます <laughs> 去年の夏からやってるのは目標金額いくらですか500万円です500万円ってすごいよね <laughs> 500万円ってすごいよね,ねえー、で、今どのぐらい集まったの150万円くらいですああいつもね、500万達成したいの 今年の十月で、そのチームエラーが一般社団法人が今している。一般社団法人、チームエラーとして、今活動、うん、あ、チームエラー始まる。大丈夫、あの、ユラちゃんをこうサポートできそっちゃうんよ、ね。あ<ー>、そうそう。はい。それがチームエラーなんだよね。はい。うんうん、で、それが一般社団法人化した、したのが去年の十月なんで。うん、一般社団法人化の一周年までに達成したいね、楽しみや。っていうので。うん,う,んう,んうん。 まだ半分もいってないところだもんね。はい、まだこれから集めてくるんですよね、うん。じゃあこのチャンネルを見てる皆さん、はい、あのぜひクラウドファンディング、あの概要欄にリンク先を貼っておきますんでね。<あ>あのぜひともよろしくお願いいたします。あのもうこれだけね、こうやって頑張ってる子供がいるというか、このチャンネルを見てる方々にも、お子さんいる方もいらっしゃると思うんですけど、まあなんかここまでえ頑張って、子供ってこんなに頑張れるんだなっていうのが、<laughs> 正直なところで、まあ、ぜひ応援してあげたいなと思いますし、やっぱね、自分の子供がそういうふうに言い出したら、やっぱ、も、ま、う、あ、とことん応援してあげると、もしかしたらこういう感じになるかもしれないので、なんかそんなね、えー、ことを考えながら、ぜひゆらちゃんのことを、えー、お金の面で、はい、サポートしていただけたらなと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。でもさ、これさ、宇宙食さ、はい、いずれは完成するわけじゃないあ、しますね、そうか。完成とどうするの その後は、えっと、災害食にも活用していただいたりとか、うん、あと介護食演技食にも活用してもらっていろんな年代若年層の方もそうですしお年寄りの方とかにもあと私の同年代でも食べていただきいろんな方に食べていただきたいなって思ってます。えー、次の展望もああるんだはいいすごいねじゃあできたら それをどんどん活用していろんな人に使ってほしいと、はい。そうですね。いろんな活用方法というかあるので、うん、いろんな方にいい活用というか、うん、いい方法で活用していただきたいなと思ってます。でもなんかこう、いろんな刺激的な大人の人と接することが多かったからだよね。<laughs> はい。やっぱ最初は、まあ全然ダメだとは思わないけど、子供はやっぱり子供で群がるから。はい、うん。そうするとね、なかなか。 世界も広がらない中で部活動とかが多分あると思うんだけど梨紗、はい、ちゃんは一回一気にそこから外に行ったわけですか <laughs> そうですね。うん、中学生だと体験させてもらえないようなこととかを、うん、今自分で実感というか体験させてもらってるんで、うん、そこはすごいありがたいなと思います、うん 宇宙食開発してるけどが学校ちゃんと行ってんでしょあ行ってます、ね、普通に中学2年生なんだの、ね、今ねそうですねちゃんと中学2年生学校はゆらちゃんテレビ出た時とか結構みんなわちゃわちゃしたそうですね最初出るんだってみたいな感じでそう出た出るよみたいな感じだった時はおおみたいな感じだったんですけど、うん、どっちかっていうと同級生よりも 先生とかの方ががが盛盛りり上上っってていやそうだよな,なんか <laughs> うちのクラスの生徒がテレビ出るんだみたいな感じだよね。とかあと全然言ってなかったその時小学生だったんですけど、うん、全然言ってなかった。 後輩というか下の学年の子たちにもその話がただ伝わってたみたいで「テレビ見たよ」みたいな感じで言ってくれたんですけどそれ大騒ぎだよそう同級生はなんかそんなに「あ出たんだ」みたいな感じで結構あっさりというか <laughs> え、まあ、同級生はねちょっと悔しいのもあるんじゃない <laughs> うんそうあるんじゃないかな <laughs> いやでも子供ながらにやっぱりみんなプライドってあるから、ね、プライドってあるからう、ね、こう認めつつも悔しいみたいなのもあるからね、はい、でもなんかそれだけやっぱり意識されてる存在なんだなと思うけどそ,う、ね、その宇宙食作ってるってもうみんな知ってるの周りの学校の人結構知ってますねああそうなんだちょっとした有名人でしょって学校の中だったら <laughs> そうなわけです <laughs> う大体でもなんかあっちの方が自分のことを知ってるみたいなパターン多いんじゃないの <laughs> あそうですね何かそうなるよ。初めて会って作ってるんだよっ、ね、てうん、うん、に言われたりとか曲あるので。学学業、ね、学校で勉強しながら 土日は土日でいうか家から帰ってきたらこういう活動して、はい、今なんか部活とかってやってんの,中学の部活は今やってないんですけどやる時間ないよね <laughs> 多分ねなかなかでも今その同好会を作ってえっ部活のもう一個、うん、また別の選択じゃないですけどうん、うん、が同好会はうちの学校作れるんですけどうん、うん 天文 <laughs> 宇宙同好会を作って。っで、うん、今何人かな、十、十人だっけ、九人、九人、私入れて九人。うんうん、1> 1えっ、ー、と、一年生と二年生で、今やってるんですけど。一応、うん、部活みたいな感じですね。<laughs> みんなで、なんか、星のこと調べたり、見たりっていう感じ。<laughs> そうですね。あのー、静岡の、結構、天文プラネタリウム。やってるところとか、うん、いっぱいあるので。 そこにみんなでお出かけいたりとか。ええ<ー>、多いですね。なんかその辺はあれだね、こう普通の中学生の活動っていうか。あ、そうです、ね。え、ね、そうだよね。<laughs> 急になんか宇宙食の開発になると、すごい大人びた話になる、ね。<laughs> うん。<laughs> そのなんか宇宙食のみかんゼリーを作る時の苦労話とか聞かせてもらっていい。どういうところ苦労しました。作る時。一番。なんていこだわってるのは。やっぱりみかん、みかんらしさというか。うん。 かみかんらしさ今結構このみかんゼリーが、うん、これ結構食べると甘いんですけど、うん、この時に企業さんからアドバイスを頂い,いて、うん、宇宙食を実際に作ってる企業さんにアドバイスを頂い,いて、うん、もうちょっと酸味を入れた方がいいっていうのを頂い,いたりとか、うん、で今結構酸味が加わって甘酸っぱくなったりとかあと凝固剤の硬さ。 ういろいろあるでしょって。いいろろあるんですけど全部試したの一通り一 <laughs> 通り結構市販のオーナー試したんじゃないかなってほんとテレビで見たけどやっぱ凝固剤があのポイントだみたいな感じではいいろいろこう見て回ってるみたいなシーンが確かあったと思うんだけど結構宇宙飲食でこれを高熱殺菌してうん、うん、で、まあ、菌を殺した時に、うん、大体菌い まあ、ゼリーだと溶けるんですけど一回全部液状になって、うん、その後に常温でまた放置するときにその常温でもちゃんと元の状態になるかっていう近い状態になるかっていうのがああ戻したときにね常温でちゃんと熱殺菌をして常温にで放置をしたときにちゃんと元の方ささに戻ってくれるかっていうのが一番住職ので使う凝固だと私は一番大事だと考えてるので。うん それも今研究というか、してますね <laughs> どうでもいい話なんだけどさ、はい、俺めちゃめちゃみかん好きでさ <laughs> あのね正月になるとこう箱かああっでもう足の裏とか手とか黄どくなるんでね爪のこの弱きんとことかあなります <laughs> <て> <laughs> なりますす,すごいみかん好きなんだけどもともとみかん好きってのはあったのもともとみかんが大好きでうん、うん、で静岡県のみかんも好きですしそれこそ結構いろんなみかんがうん、うん、全部みかん好きなので結構それでみかんが好きっていうのかみかんゼリーを作ってます、うん、いやそれってすごく大事なこと後あね、のー まあ、今回のプロジェクトもそうだし、こうだんだんこう年を重ねるにつれて、えー、いろんなことを考えていろんなことに挑戦していくと思うんだけど、自分の好きな気持ちっていうのが一番大事だなって、ね、俺はね、20代後半ぐらいで気づいたの。<laughs> <う>だいぶ遅かった、えー。どうしてもね、自分の好きなものって仕事にできるのかなっていうか、自分の好きなものを、その 大きい何か事業とかにするっていうそういう考えがなくてそれとは別に、えー、働くんんだだみたいなな、まあ、時代もあると思うんだよね、はい、なんか俺の世代でそういうなんか好きなことで生きていくのは難しいから堅実に生きなさいみたいなことを親から言われる世代だったのね、はい、では何かやりたいなと思ってもそれをやらせてもらえるっていうパターンってあんまりなかったんだけど多分今違うんだろうなって今話をいてて、はいで。そうなった時に 俺、20代後半で気づいたことだけど、すごい小さい好きとか、ちょっとしたなんかピュアな気持ちっていうか、あのー、本当に何かが好きとか、誰、その、えー、何かに親切にしたいとか、えー、何かその、例えば、まあ、地球に優しいじゃないけどさ、そういう、本当に何か誰かのためにできることって、何かな、こういう世の中にしたいな、みたいな、そういう気持ちを失わずにそのまま突き進むと、 案外、それでうまくいくっていうパターンだったのね。はい。うん。だから、なんかその気持ち、今、なんかさ、みかんが好きから、えー、いろいろ本を見たりとか、はい、えー、関係者の人の話とか、なんか記事とか見て、えー、宇宙食に興味持って,てっていう中で今に来てるじゃん。はい、だから、そのパターンは、あの、今後も忘れないでほしいなって、大人ながらに思った。はい<あ>、うん、うん。何かに迷った時って必ず、なんか自分の好きなことってなんだっけって。 立ち直る瞬間って絶対大事だからそ,、ねはい、<laughs> そこからこういろんなことがね多分生まれていったのが多分今のゆらちゃんだったから、ねはいうん、だって現時点での夢って何なの将来の <laughs> 将来は JAXA で、えー、と入社して、うん、その宇宙日本食の審査をしていきたいお今度はそれを審査する立場になりたいんだはい。 なるほどねねねいいね <laughs> いいねとかすごいなえー、そういう中二でしょ一応じゃあ大学高校卒業して大学行ってだからまだ10年ぐらいあるのかはいあすごいねそこまで夢はっきりしてるの羨ましいん,、ね、<laughs> うんなんかそういう夢持っててもそっちに行けない人ってね多いんだよやっぱりその 叶えられないんじゃないかなみたいな風にね思ったりとかやっぱそこに行くまでのハードルが高くて諦めたりとかっていうパターンもあると思うんだけどなんかそういう人にすごい勇気を与える存在な気がするよありがとうございます見てる人も多分すごい刺激を受けてんじゃないかな本当にありがたい <laughs> クラウドファウンディングに協力してくれた方々には、はい、どんなお返しっていうかする予定なんですか で今の,そのクラウドファンディングのやってるサイトだと返礼品がないサイトをやってるんですけど将来的にはその宇宙日本食に認証されてみかんゼリーが宇宙に飛ぶよっていう日にみんなでその種子島に行ってロケットの打ち上げをみんなで見たいないあみんなで見るるのね種が島から、えー、打ち上がるロケットにはい なんかこう積まれてるんだっけそうですね、補給船で積まれて種ヶ島から補給船にそのユラちゃんのゼリーが積まるってことはい、で、種ヶ島から打ち上げなんじゃないかなっていうみんなで見ようとはいああいいね <laughs> い種ヶ島ってまず行くの大変なんだよめっちゃ大変そう、あのね、あそこをね、こう、ちっちゃい島じゃないちっちゃい島で、普段からそんなにガンガンお客さん来るようなとこじゃなくてロケットの打ち上げの時だけごっそり来るから、ね、宿とかもないんで あの行けけるだけで、ね、いいと思うそれ <laughs> <laughs> なかなか宿とか取れないし行くチケットとか,とか取れないから俺も行った2回ぐらい行ったことあるんだけど、はい、すごい大変だったなと思ったのでその機会に、ね、一緒に種子島行って楽しんでもらえたらいい、ね、まだ行ったことがないよだああ本当とあじゃあロケットも見たことないの、ね、うち上げまだなくて一回あのお正月に行こうと思ったんですけどお休み JAXA がお休みだったんではい、はい、それで行けなくて。 で、まだ種子島の、その、弱さに行ったことがないので。あー、そうなの。はい、種子島の弱、JA、さね、全然雰囲気違うよ。筑波と。あ、本当ですか、うん。あの、なんだろうな、ちょっと言わないで、僕は。全然雰囲気違う。<laughs> あとね、あの、あそこは。その海沿いにロケットの発射場が立ってて。はい、世界一美しい発射場って言われてんだけど。あの、本当、海の景観とかすごい綺麗だし。実際。自分もね、こう。 えーと、打ち上げ見た時に感動したのがさ、はい、今打ち上がる光景もそうだし音がすごいんだ、はい、ズバ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 って結構割れた音がするんだけど、はい、あと地元の子供なのかなあの学校の小学生とかが来て、はい、カウントダウンをしてくれるのね <laughs> 1>, 1分倍ぐら605958とかって感動してくれるんだけど、はい、それがなんかねそういうのをひっくるめてよかった。 おいしそう。 Oh. いや、っかだからね、あの、アメリカにも、そういう打ち上げするところあるじゃない。はい。あの、ケネディ宇宙センターとかかな。うん、うん。フロリダとかにあるんだけど。そっちもね、俺見たいなと思って。ね。う,ねうん。皆さんも行ってみたいってた。あれ、ちょっとね。なんか、みんなで、それ、見れる日が。来るといいね。ですね、うん。いいね。 えそれでは、えー、ゲストが一人増えました。一 <laughs> <laughs> 人増えました。自己紹介していただいていいですか。はい。はい、えー、チーム裏の、えー、サポートメンバーの小林と申します。えっ、ー、とコラボレーションスペースタクトを今日使っていただいているんですけど、この場所ですね。はい。はい、あのここの管理人もしております。はい、よろしくお願いします。はい、あ,ますあのすごい素敵なスペースですここね。ありがとうございます。ここはなんか普段どういうカットコンで使うは使っているような感じですか。あ。 えっと、ここは3年前にできたんですけど、うん、あの地域って結構この辺り大学生も多いので学生とか企業の方とか地域の方がこうやりたいことが実現できるように、まあ、応援する場として3年前に設置をしました、うんでえー、由良さんとはそこで3年前ぐらいに出会って今に至るっていう感じですね、うん、えその時ってなんかこういうとこできたらしいで行ってみようみたいな感じどうなんとと こわこわ小屋さんと小屋さんはどっちがいいここですか <laughs> 小屋さんにいいよ、普段でいい小屋さんの知り合い、小山さんと、どうん、なんなんて話を、えっと、ここを利用いただいている企業の方、<laughs> で、あの小山さんという方がいらっしゃるんですけどその方が以前から由良さんと知り合いだったんですねで、由良さんのやってることをずっと応援している方がいらっしゃってその方が由良さんをこうご紹介いただいたみたいなところからスタート 感じ,ですあじゃあなんか「チームユラ」ってさっきあの、はい、ユラちゃんの口からもあったんですけど、はい、チームユラってど,どんな経緯で発足したんですかあ、はい、あのさっきユラさん紹介いただいたっていう話したんですけど、うん、その時どういうふうに紹介されたかっていうとあのユラさんが大学生とチームを作りたいみたいなところを最初に言っていただいたんですね。うん、そなんか先輩で 知識のある人とこう触れ合って勉強したいみたいな感じ。なんか同級生とやるんじゃなくて、どっちかというと大人の方とかあと大学生の方に手伝ってもらいたいなっていうのが自分の中であってで小林さんに連絡してやって、ね、ああなるほどね。で、うん、そ,その後あのまあそんな話を聞いてでユラさんが実はまあ僕もまだ初めて。 お話する形だったのでうん、うん、どんなことをしてるかっていうのを最初にこう説明してもらったっていう感じだったんですけど結構その時に本気でやってるんだってことに結構驚いて、うん、びっくりしますよね。いや本当になんか小学校 将来の夢とかかなと思ったんですけど結構ガチでやりたいんだなってことがその時に伝わってきてあこれはなんとかしなきゃなって思いがあって、えー、ここを利用してる大学生であの県立大学の食品栄養科学部に通ってる子がいたので、はい、あこれもしかしたらゆらさんとすごく合うんじゃないかっていうところでまずその子を紹介させていただいたっていうところが一番最初のスタートっていう感じですねうん、うん、でその後説明会やったよね。 説明会をここでやらせていただいて、うん、で、その時に大今のメンバーである大学生が来てくれてで、その子たちが由良さんの説明を聞いて私たちもぜひ一緒に応援するよっていうことで、うん、全部で大学生何人だっけ6人ですえその応援したいって言った大学生の方々は <laughs> なんんでで応援してくれたんですかもともと今所属してる方がさっきの,その食品。 栄養科学部の方とか、うん、あと教育学部と農学部の方がいらっしゃるんですけどそういう自分の学んでる分野で私のことを応援したいっていう思ってくれてるああなるほどなるほど。のがいのが一番多かったんじゃないかなっていう。うん、ああーなるほど。でも単純に多分そのゆらちゃんを応援したいっていう気持ちと多分ゆらちゃんを通して。 この商品が出来上がっていく過程とかも多分勉強になるなって思ったんじゃないかな一、うん、か,からそうやって作り上げてジャクさんの宇職食に採用される瞬間ってそんな見れないですよね、うん、<laughs> 普通じゃ見れないから多分じゃあ応援してる方々もすごい勉強してんだよ多分ゆらちゃんを通じて、はい、でそこでチームゆラが結成されたわけですねチームが結成されましたねもう2年前ぐらいにそう2年前二年前、はい 年 <laughs> <laughs> すごいな、なんか小学校6年生をこう囲って、ね、大人たちがこう応援チームを結成する、<laughs> 応援団を結成するって、すごい話ですね。はい、そうですね。それだけのことやってたってことだよね。そう うん、だから当時はまだ開発みたいなところは、そんなに進んではなかったんですけど。うんうん、やっぱ由良さんの思いみたいなところがすごい強くて、うんうん、大学生も多分そこに惹かれたんじゃないかなっていうのは。横で見てる大人としては、思いましたね。うんうん、最初不安じゃなかった、誰か来てくれるかなみたいな。不安でしたね。そうですね。ちゃんと大学生が集まってくれるのかっていうのもまず不安。うん、で、その後何か。 自分がちゃんとまとめていけるのかっていうのがほーそんなこと思ってたの意識高けえなお前同級生をまとめたことはあるんですけどいやそれはそうだよね普通ないよねその自分の年上の人をまとめるっていう経験がなかったのでそれでちゃんとまとめていけるかっていうのが不安でしたね実際やってみてどうでしたか 今今も正直ですごいなんかなんていうんだろうまとまとめられてるわけ。ええまとめてますよ。まとめてるんですか。まとめれる。うわすげえじゃんちょっと。まとめれる。なんとかこうやってきてるわけ。はい。ね。周りに見ッられめられながら。はい。わけだね。えどういう活動内容されてるんですかチームユーは。今はえっと四チームに分かれていて。四チーム？コーナーチームそれえ？一チーム何人？ えっと、1チームは2人から4人なんですけど<お>その何人かお同じなんていうのチーム兼兼任任ししててるんですねる,あるなんですねの今広報チームと資金集めチームと、うん、開発チームと書類審査チームでいるんですけど広報はインスタグチームイランのインスタグラムの運営とかあとホームページの作成。 あれホームページはもうあるのありますあじゃあそれもリンク貼んなきゃインスタもだよねインスタも貼っときますはい。そのんかインスタで基本的にはゆらちゃんの活動っていうかそういうのはこう投稿されてる感じ見て分かる感じチームゆらのインスタグラムとあと母がやってるお母さんスね私のインスタグラムが2つあるので チームユラの活動とまた私の活動は私がチームユラのインスタグラムの方に投稿されることが多いのでうんうん、うん、あじゃあそっちもちょっとぜひチェックしてみてください <laughs> <laughs> チェックねえと資金集めチームがクラウドファンディングのサイトの運用とかあと毎月月末に月間チームユラって言って、うん、その寄付してくれたクラウドファンディングを寄付してくれた方にこういう今月こういう活動しましたよとかっていうのを 発信っていうか送信メールで送信してるんですけどその、まあ、送信を広報チームと資金集めチームで協力してやったりとかをしていてはい、はい、あと,、えー、と開発チームがあの未完全の開発うん、うん、で、えー、と書類審査チームが JAXA へ提出する書類とかあと一般社団法人化の時の書類とかを書いたりとか、うん、読み合わせしたりとか、ね、それが。 主なってるね実際やってみてどうですかそうですね結構僕もやったことないことがすごく多くて今でこそこの社団法人化とかしちゃったんですけど当時は本当どうなることかなっていうところからスタートしていてやっぱりユラさんの進むスピードがすごく速いので大学生とか社会人も必死にユラさんについていきたい。そうな。んだ でもうう家で結構開発とかも家で頑張って進めたりとか。あ、あ<ー>そっかそっかそっか。うん、そいつの間にかこうなってこうなってみたいなやつがどんどん進んでいったりとかして。<laughs> な,るなるほど、なるほど。単、はい、社団法人にするとき結構バタバタしましたね。あ、はあ、そあ。社団法人化した経緯は何でだったんですかあ、これ、井浦さん。あ、井浦さん言えんの <laughs> 言えのええ <laughs>。宇宙日本職員に認証されるときに、名前が、 あるわけみかんゼリーの商品名とあとこういうところが認証されましたっていう企業名が大体抜けられるんですけどうん、うん、その時に一般社団その結成した当時が任意団体。団、うん、団体体、まあ、本当にただの団体うで,す、ね、<laughs> で活動していたのでそうすると、まあ、宇宙日本食の認証が自分たちの名前じゃなくて、まあ、他の企業さんの名前とかを使って取る。 いうあそういういことなんだやっぱり自分たちで認証を取りたいのでそのためには、まあ、株式会社とか一般社団法人とか NPO 法人とかいろいろ選択肢があるんですけど、うん、とりあえず法人化をしなきゃいけない。 っていうかそこから一般社団法人か。なるほど。<laughs> なるほど。<laughs> ち,ちゃんと考えられて。<laughs> <laughs> 中学校中学生で一般社団法人立ち上げるってすごいですよね。うん、そうなんですよ。でも <laughs> どうなってんのそれも。<laughs> 話しててそのちょっと分かんなくなる時があって。<laughs> <laughs> そのなんかあの大人と話してるのか子供扱いしていいのかうん、うん、分かんなくなる時があって、<ー>すごい不思議な感覚で今日はンタビューしてるんだけど。<laughs> はい いいろろ考えてるねねそうです、ね、実はこう応援サポートする側もやっぱそうですね苦労っていうことではないんですけどあの先ほども言った通りゆらさんのスムースピードがすごく速かったりとか、うん、やっぱいろんなことが同時に進んでいってる状況なのでそれをこうゆらさんと一緒に整理しながら大学生も一緒にそれにこうついていきながら、まあ、一体感を持って進めていくっていうところがすごく今こう頑張ってるところっていう。うんうん ですね、参加されてる皆さんは結構楽しんでる感じですかそうですねあの、開発するチームとかも一緒にこうゆらさんと作ったりとか、うん、あの社団法人にする時も NPO とは何だろうみたいな話とかそれもみんなうん、うん、誰もわかんないのでみんなで調べたりとかしながらやっていくっていう,こう一緒に作っていく過程がすごく楽しいんじゃないかなと思って横で見てます、ねうん、あちなみにそのチームゆらって、はい、あのもうなんか人は募集してない状態なの、えっと 募集する予定です。<laughs> いや、ていうかこれ見てる人でさ、確かに私も手伝いたいみたいな人いたらどうするの？そう来。来るかもよ。静岡のその、うん、今対象というか静岡の,静岡,の静岡県内のえっ、ー、と大学に通っている学生さんとか、うん、あと今そのチームのメンバーの方で東京の大学に静岡から毎日通っている方もいらっしゃるので、うん、<laughs> その静岡に住んでいる大学生の方というのが一応対象にはなる。 なるほどなるほど今年その今大学生の方が全員4年生で、まあ、いろいろ忙しいというか、うん、なってたりとかあと来年卒業しちゃうと社会人が <laughs> 10名ぐらいで中学生一人になっちゃうねああなるほどねちょっとそれだとなんてうんだろうな,なんかもともとの趣旨と違うというか <laughs>、うん、なので今年大学12年生の方を対象に そのジムイラの新メンバーを静岡県内の方を募集できたらなんと思ってます。うん、うん、なるほど。じゃああの募集ページとかあるんですか？まだまだ募集はちゃんとできてないかもね。もしなんかあったらそのインスタなりホームページなりに入れるかも、うん、なんか載せるかもしれませんと。そうですね。いう感じですかね。はい。はい いやでもこれその参加する人もいい機会だと思うんですよその <laughs> 要は、まあ、ゆらちゃんを支えるっていう同じ気持ちのもとで集まってるわけじゃないですかうん、うん、でみんな何かしらそういうのに関わってるっていうか関心があるわけでしょだから人脈も広がるしこうサクセスストーリーも見れるし、うん、みたいな感じで、はい、すごいメリットありますよねそうですね、うん、結構前は小学生から活動にこう参加したいみたいなお話ももらったよねあそ,うそうですね小学生一緒にやりたいと のこからそのお話は頂いてたりとか、かわいいな。確かに憧れるよね。そうですね。そういう存在になっちゃってるんですね、ゆあちゃんね。大変だなこれから。大なぞ。そうです。か大なぞとか言って、アドバイスじゃないけど、あの必ずこうやっていくうちにいろいろあるから。今も今もあります。今もある。今もあるでしょ。 いいろろあるうわもういいかなみたいに多分思う瞬間とかも出てきちゃったりするかもしれないけどでもなんかそういう時もうなんだろう一回離れてまた戻ったらすごいやっぱ新鮮に感じたりとかすることもあるしももう経験ししてるかもしれないね自分もなんか写真なり音楽なりずっとやってたんだけど、うん、嫌になった時って一回こう離れる。 する期間があただて、で,あるんだよ、ね、でそれでまた自分を見つめ直すきっかけになったりとかっていうのもあったりしたから短絡的にこう離れるっていうことはしないでとりあえず一旦落ち着こうみたいなそういう気持ちが多分必要だと思うからそうやってこ,うなんかこだわりがなくなった時こそ何しようみたいな発想も必要になってくるからね多分ね。 うん、だからそういうのがいろいろあるからでもまあそ,んなとそんな中でこう頑張ってってほしいなと思う。でやっぱそのいろいろあるからそこで、ね、やめちゃう人もいるんだよやっぱりでそれが悪いことじゃなくてもうそれはしょうがないんだけど、あのーまあ、そういうなんか変なプレッシャーとかねあの感じることも多いと思うんだけど、まあ、そんな中でも、まあ、こうやって応援してくれるみんながいるし、まあ、その応援してくれてるっていうのも重荷にならないように。 してほ、うん、そんな,なんだろうよ何言いたいか分かんなくなったんだけど <laughs> まあ気楽にや楽しむといいよまずは楽しむことですよね,うすね、うん、人間関係なりその商品の開発なりを楽しむのがいいと思うのでそれが一番大変なんだけどさ <laughs> 頑張ってね。ありがとうございます じゃあチームゆら代表としてかあります <laughs> 代表でいいですかまあゆらさんを引き続き応援していくっていうところは変わらないんですけど、はい、やっぱりゴールである住職認証っていうところを目指して僕も社会人っていう立場で、まあ、応援し続けられたらいいなっていうのが、まあ、僕の抱負ですかね。 ぜひともよろしくお願いします。はい、お願いします。うちのユラを見たいな、ちプの人たちみたいな。じゃあユラちゃん豊富いい？はい、そうですね。まず今やってるクラウドファンディングの500万円を達成するっていうのがまず目先の目標がね。一番のまず最初初期の目標で、でその後の宇宙日本職にしよう、また災害食に活用していただいたりするっていうのも。 まあ一つの目標ですし、うん、でその今もそうですけど、今後の私たちのチームイランの活動でいろんな人に元気を与えられ、勇気とか元気を与えられていけたらなって目標ですね。うん、ん食店もんってう焦点問題じゃない。確かに <laughs>、うん、一番ちゃんとした回答で <laughs>。なんかもうちょっとなんか年相のことを言っていい。みみかんが。 毎日食べたいなみかんが毎日食べたいみかん送ってほしいみかん送ってくださいみかんみかん、俺も毎日食べたいおいしみかんをなんかこう、今日インタビューしてて自分自身もやっぱすごいなんか刺激になってそうですなんかね、年もうえ、三十歳ぐらい離れてるんだけど多分そう30歳ぐらい離れてるんだけどなんかね、若い若いっていうか若すぎですけどなんかちゃんとしてますよねそう、ちゃんとしてるからなんかね。 ちゃんとしなきゃなって思いますよね、ほんわかります。うん。ちょっと私も刺激になりました。今日は貴重な話をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、私、あの、北海道弁でしたっけねーって言うんですけど、はい、バイバイって言うんですけど、あ、はい、あの、強制的にしたっけねーっのをさせるんですけど、大丈夫ですか <laughs> はい。大丈夫ですか大丈夫ねじゃあ、あの、カメラっちなんで。っちなんで。はい、それでは、えー、皆さん、えー、今日は、 ここまでになります。えー、ゆらちゃんのクラウドファウンディング、ぜひ協力してあげてください。はい。<laughs> また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイ。したっけねー。したっけねー。<laughs> したっけしたっけー <laughs>